皆さんこんにちは、エフェボーチャンネルです。いつもエフェボーへの投稿を閲覧誠にありがとうございます。さて、本日はですね、エフェボーニュースということでね、また盛りだくさんな情報をねパッとお伝えしていきたいと思います。まず最初にね、今朝ツイートありましたエニストさん、いつもねありがとうございます。エフェボーステッカー発見ということでね、お店巡り、楽器屋巡りをした際にですね、エフェボーステッカーを発見したということでね、わざわざツイートいただきましてありがとうございます。でこのお店のね店名が書いていなかったので、フォローさせていただきましたけれども、これねお茶の水のギターワークショップさんですね。坂道をね、改札出てからこう降りてきてですね、左側の富士そばを曲がってすぐのところにあるギターワークショップさん、ESP ギターワークショップさんですね。こちら素晴らしいのがですね、エフェクターの壁があるんですよね。でガラスケースに入ってないところがまたいい。なのでね、すぐ手に取ることができる、大きさが、ね、チェックできる、そしてすぐ試奏させてもらえる。そしてね、置いてあるエフェクターが店員さんがねもう厳選したエフェクターばかりなので、ご相談とかね、いろいろ質問したりとかするとですね、すぐこうね詳しく教えていただけるので、これがいいですね。ぜひともね足を運んでみていただきたいと思います。そしてねエフェボーアワードのねロゴとかもちゃんと貼っていただいておりますしね、この何しろねエフェボーステッカーがどこに貼ってあるのかね、ぜひともね探してみていただきたいと思います。エニストさん、ご報告ありがとうございました。それからね、ツイッターつながりではないんですけども、アスケーカーデバイセスさんがね、ようやく深井雄二さんのね、このエフェボーチャンネルでご紹介した号をですね、見ていただいたようでですね、ボードはメンバーですわ、良い言葉だっていうことでですね反応いただきました。ありがとうございます。この巨大なね3枚ボードにですね、それぞれアスケーカーデバイセスの、ね、エフェクターが入っているというところもですね、まあ、これもポイントかなというふうに思っておりますので、皆様方ね改めて、エフェボーチャンネルの方、それからね、投稿された、ボードのね、リンクもYouTube の方に貼っておりますので、ぜひともチェックいただきたいなというふうに思います。そして昨日はですね、毎週火曜日、メルマガの日ということでね、もう207号ということでね、今回は冒頭に載せました、EBS のねフラット DC ケーブル、これね森田遥さんからご提供ね前回いただいた時にですね、まだホームページの方に載っけてない裏メニューということだったんですけど、このようにですねついにホームページに載りましたので、皆様方ぜひチェックいただきたいのと、それからお店にねもう並んでますので、でこれね写真、ちょっとねホームページからお借りしましたけど、このねスリムさいいですよね。でエフェボーイさんのね、今、組んでいる直列のミニボード、こちらにもね、今お借りいただいているので、しっかりとね、こちらで組んでいきたいと思いますけども、本当にねこれ素晴らしい、DC ケーブルですので、皆様方お店でもねチェックいただきたいというふうに思います。それからね、昨日、バイタルオーディオのねこの、5ポートの、スリムタイプの、しかもね小さい、かわいい、なんかねこうタバコのケースみたいなね、かっちょいいこの、パワーサプライ、ついに金曜日発売ということでね、フェボーチャンネルの方で昨日アップさせていただきましたけどもね、だいぶ反響、ありましてですね、こちらの方ぜひともお店でね、金曜日の日手に取っていただきたいなというふうに思います。なんといってもですね、5ポートで小さいスリムっていうのはあるんですけども、5ポートのうち3ポートはですね、300mAh、最大のですね 9V なんですけども、あとの2つがですね可変式なんですよね。 500mA 最大で、かつ 9V、12V、18V 可変で変えられるっていうところがですね、これがね本当に大型の歪みとかですね、デジタル系の機材とかですね対応できますので、本当に、ね、小さいけれども頼りになる1台ですので、これでねミニボード組んでいきたいなというふうに思っておりますので、皆様方もねぜひともねご検討されてみてはいかがでしょうか。ということでですね、新製品続々出ておりますので、やっぱりねお店に行かれることをですねおすすめ、させていただいて、今日のねエフェボーニュース終わりたいと思います。いつもね投稿閲覧、またツイッターへのね、励ましのお言葉とかね誠にありがとうございます。